皆様日本ハイアットの坂村でございます本日はお忙しい中、キャプション・バイ・ハイアットナンバー大阪のプレス内覧会,会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ハイアットはです、ね、6年60年以上の歴史を持ちまして、現在78カ国で1300軒以上のホテルを29のブランドで展開しておるホテルチェーンでございます。 日本におきましてはですね、1980年に現在のハイアットリージェンシー東京を川切に、北海道から沖縄まで20のホテルを現在展開しております。でこちらのキャプション・バイ・ハイアット・ナンバー大阪が21番目のホテルということになりまして、ブランドとしては9番目のブランドになるということでございます。 キャプション・バイ・ハイアット、こちら、2019年に発表したブランドでございまして、ハイアットの中でもです、ね、新しいブランドでございます。コンセプトはです、ね、地域に密着したセレクトサービス型のライフスタイルホテルということでございまして、こちらのキャプション・バイ・ハイアット、なんば大阪が、日本では第1号のこのブランドのホテルになります。 えー、キャプション・バイ・ハイアットはです、ね、あの普通のホテルではございませんでして、えー、集まる人が作る、えー、すなわちホテルが真のコミュ,コミュニティになるという、えー、そういうデザインを、えー、しておりますで。その中心になりますのがです、ね、皆さん、あの今いらっしゃいます、えー、トークショップというスペースになります。これはあのブランド独自のコンセプトでございまして、 旅行客、それから地元の方も、朝のコーヒーから夜のカクテルまで、大阪のソウルフードやドリンクを楽しみながら、ですね、まあ、自由な形で一日お過ごしいただけるような、そういう場所になっております。では、なんで、まずそのキャプション・バイ・ハイアットが1号,の1号店の場所として、この大阪ナンバーを選んだのかということをご説明いたします。 えー、それはですねまず大阪というこの町がですね江戸時代から商業や文化、えー、さらにお芝居、えー、そういう、えー、多様な要素のです、ね、中心地として栄えた長い歴史を持っておりまして活気とエネルギーにあふれる日本の中でもですね特別でありとてもユニークなそういう場所であるからにほかになりません特にですね中でもこの難波日本橋、えー、はですね 日本でも屈指の繁華街でありまして、えー、個性豊かな飲食店が並び、えー、黒門市場、道頓堀、えー、国立文楽劇場そして南波ばグランド花月が東京圏内にございますまさに伝統文化とトレンドが混ざり合い化学反応を起こす非常にユニークな稀有なロケーションであると考えておりますキャプションバイ・ハイアットが目指すブランドコンセプト そういうホテルの在り方がですね、この場所,なこの場所では実現できるとそういうふうに考えておりまして、この唯一無二のダイナミズム、ユニークネス、ダイバーシティがあるのは、日本中探しても、ここより他にないんではないかと、そういうふうに考えておりまして、今回の出店に至った次第でございます。今回、あの株式会社サンケイビル様、株式会社グランビスタホテルリゾート様とは、 非常に素晴らしいご縁に恵まれましてですね、一緒にホテルを開業することになりました。両者ともですね、非常に幅広く長い実績を持っていらっしゃる会社でございまして、さらに地元との連携における豊かな知見をお持ちでございます。まあ、そういう意味では、ハイアットは今回、新しいブランドの開業において、これ以上ないパートナーに恵まれたと、そういうふうに考えております。 キャプション・バイ・ハイアットをですねハイアットのロイヤリティプログラムであります、ワールド・オブ・ハイアット、こちら4000万,万人以上の会員が世界中におりますが、それら会員をはじめとする世界中のお客様、それから日本の皆様に、このブランドをご紹介できることを大変嬉しく思っております。最後になりますが、キャプション・バイ・ハイアットナンバー大阪がコミュニティを形成し、 地元の才能やビジネスを世界に紹介し、遠方や近隣の方々がつながり、これこ,こならではの体験を発見できるよう、えー、居心地のよい空間になることを、えー、心から願っております。ご、えー、ご清聴ありがとうございました 本日はお忙しい中キャプションバイハイアットナンバー大阪までお越しいただきまして誠にありがとうございます私総支配人の福田慎太郎と申します本日はよろしくお願いいたしますさて私からはですね施設の概要をご説明させていただきますまずフロアですけれども全部で11階ございまして総客室数は167室 1> 1室のスタンダードルームと,といたしましてはフィットネスとランドリールームがございますそしてですねなんといってもこのキャプション・バイ・ハイアット最大の特徴といたしましては皆様がいらっしゃいますこのトークショップでございます トークショップ営業時間は朝の7時から夜の10時までで座席数はです、ね、100席をご用意しておりますこのトークショップでは仕事や遊びご自身の目的に応じてです、ね、自由に利用できる場所で旅行者の方やです、ね、地元の方の交流が積極的に生まれる場所 また、ですね地域の魅力を発信していける場、そんな場所にしていきたいと思っております。お食事に関しましては、カフェスタイルをとっておりまして、朝食のメニューとオールデイのメニューをご用意しております。その他ですね皆様から見て、右手奥にマーケットパントリーというコーナーもご用意しております。 さらに、えー、バーカウンターもございますので、えー、影響時間であれば、えー、アルコール類もご提供しております。えー、提供する、えー、お食事内容といたしましては、えー、大阪のうまいもんや、 大阪にこんなんあったんやというですねそういったものを発見していただきたく近隣にございます黒門市場さんから仕入れる鮮魚を使用したですね大阪の郷土料理でありますガッチョの唐揚げですとか大阪で採れた野菜を利用したフード大阪のクラフトビール串カツや肉水などですね大阪のソウルフードも楽しんでいただけます。 客室に移りますけれども、客室にもです、ね、遊び心のあるアートが散りばめられております。また、バスルームにはです、ね、英語でなんでやねんと記載されたアートがございます。他の遊び心といたしましては、アートで部屋の機能を案内して、直感的にです、ね、そこで何ができるか理解できるようにしております。 例えば、ワードローブには、えー、着物柄のアートがありましたり、えー、ミニバーにはです、ねえー、こうした、えー、茶道のアートがご用意してございます。